1997年に初代が登場するや、瞬く間にヨーロッパ中を埋め尽くす大ヒットモデルとなった車、ルノー・カングー。現在はモデルチェンジを受けて2代目となっているが、その売り上げは常にトップクラスです。一方、ここ日本でもカングーは人とは違う個性を演出したい人、車に道具としての出来の良さを求める人々などに大人気。おっと、そんなことはこの DVD を見てくれている方はもうご存知ですよね。ではそんなカングーファンのあなたはこんなことを思っていませんか？カングーって生まれ育ったフランスではどんな使われ方をしているんだろうって。そこでこの DVD では取材班があなたの代わりにカングーの生まれ故郷フランスに飛びました。そして現地では約1週間をかけてパリ市内やシャンパーニュ地方で毎日毎日カングーを追いかけて捕まえて徹底的にチェックしてきました。そこで見えてきたのは、カングーがいかにパリに、いやフランス全体にとって重要なのかということ。え、どういうことかって？それはこれから始まるコンテンツを見てもらえればきっとわかります。それでは始めましょう。全編フランスロケでお送りするカングーインパリ。